こんにちは、ナフ太郎です。ナーフモジュラスロングストライク CS6 を紹介します。ロングストライク組み立てていきましょう。まずはボルトですよね。コッキングするためにこいつがないと始まらない。ん？おー、出ましたね、ちゃんと。うん、ネジ式なんですかね。いや、今まではめ殺しだったこのボルト部分が外せるようになったっていうのは地味にすごい進化だなと思いますよね。やっぱ収納するときってこの出っ張り部分のせいでちょっと、苦労したりする面があるんですが、これもう外せますからね、これ遊んだ後は。これは全然違いますよ。すごい。ストック部分ですね。こちらははめ殺しですかね。おお。あ、やっぱりこう、抜けないですね。バレルでございます。よいしょ。おほー。長いな。スコープ。いやー、スナイパーライフルといったら、スコープがなきゃ始まらない。おお、あ、もうちょっとか。おほほほほほほほ。おお、おほほ、かっこいいな、これ。マガジン3つついてますからね。ああ、贅沢ですよ、これは。この向きで、この向きで。弾入れてみますか。遊び方は、まずボルト部分を持ってコッキングします。6発入ったマガジンを、刺して戻して撃つ。うわ、かっこいい。おお。いや、威力はまあそれほど強くないかなって感じで。結構控えめかもしれないですね。マガジンを抜くときはコッキングしてもらって、マガジンリリースボタンを引いてもらいます。おお、ちょっと自重では落下しない感じですかね。やばい、バイポッド忘れてました。いや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 、これ忘れちゃダメでしょって感じ。向きはこれで合ってるっぽいですね。こうやって足を立てて足の長さも調節できますので、これが一番短い状態ですね。こんな感じで一番長くした状態がこんな感じですね。結構長くなるので、伏せて銃を構えるときはすごく便利だと思います。ナーフモジュラスロングストライク CS6 右側でございます。 N ストライク時代のマークも印字してあって、懐かしさが溢れてますね。ナーフモジュラス、さらにナーフ、バイポッドにもナーフ。ナーフ用のレールですが、バレル部分に上部に1つ、下部に1つ、本体部分上部に1つ2つ、計 1,2,3,44つのレールがついてあります。バレル上部にはアイアンサイトが立てられる仕組みとなっておりますので、このように立ててスコープがなくても狙いを定めることができる仕組みになっております。正直こっちの方がスコープ使うより狙いやすいと思うんですよね。スコープで狙うとこう筒の中しか見えませんから、こう周りが見えない分ちょっと
ぶっちゃけない方が使いやすいかもしれないですね。まあでもナーフはロマンですからね。長さ調節をできるバイポッドも付属しております。左側はナーフの黒い印字こそありませんが、色がちゃんと塗ってあっていい感じだと思います。こちらのボタンがコッキング、ジャムった時の解除ボタンになります。ブロック部分はマガジンが2個させる仕組みとなっておりまして、1つのマガジンに6発弾を入れられますので、計18発弾を携帯することが可能です。なかなか戦闘継続能力もあるんじゃないですか。ナーフモジュラスロングストライク CS6 でした。重量は 1300g とちょっと重いですね。やっぱり付属品が多いですから全部つけたら結構重いと思います。値段がセール価格で日本円で8400円で購入することができました。普段ですと1万円ぐらいかかるんですけれども、米山とか日山でナーフの安売り情報っていうのを手に入れたらよくツイートしているので、できれば概要欄からツイッターフォローお願います。横 101センチ から 68.5 センチ、バレルのありなしで結構長さ変わってきますね。縦も同様に24センチから20センチで、こっちはそんなに変わってないですかね。初速は23から19メートルパーセコンドで、威力自体はかなり強い方だと思います。しかしバレルに引っかかって初速が落ちてしまうと19メートルパーセコンドまで行ってしまうので、遠くまで飛ばしたい時はバレル外した方がいいのかなと思います。バレルつけた方がやっぱりかっこいいですけどね。相談数が6発入るマガジンが3個で計18発であります。圧倒的かっこよさ、付属パーツも多数、威力も強い、ナーフ好きのことをナーファーと呼ぶんですけども、これはマストバイということ、必ず買った方がいいんじゃねえかっていうぐらい素晴らしいナーフでございます。アメリカのアマゾンのモジュラスロングストライク CS6 の紹介画像でこういう組み合わせがあったんでやってみたんですけれども、どうですかね。これはあれですかね、打つ時にこうやる感じですかね。こういう感じかな。うるさー。世界中の方々がロングストライクのリニューアルバージョン待ち望んでいたので、本当にかっこよくて素晴らしいナーフだと思います。まさにスナイパーといった感じで、今のところ日本で売る気配はないのですが、もしまた割引価格で売る事態がありましたらバンバンツイートしていこうかなと思います。ぜひツイッターフォローをお願いします。興味のある方はアメリカのアマゾンで探してみてください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほいじゃまた。